信州戸隠池盛そば赤坂店オープン。今回は台湾そば作ります。さあ台湾そば、はい、愛知県は名古屋にある味仙っていう台湾ラーメンのお店、はい、ご存知な人、はい、食べたことある人、はい、マジか。名古屋何回も行ったことない。俺昔、はい、まあ、名古屋といえばもう味噌煮込みうどんあるじゃん、はい、味噌煮込みうどんを20代の時好きすぎて、はい、その日1日に2回行ったことあるんですよ。同じ店、うん、だからなんかね名古屋ってハマるお店が多いかも。その後に店、店の台湾ラーメン食べて、はい、もう食べた後すぐまた食べたいと思うぐらい後を引く、うん、なんだろう、ちょっと中毒性あんな。ありますね、うん、辛みとそのパンチと。でここ2年、うん、まあ、名古屋に行くじゃない、はい、でもその時短営業だっけ、まあ、そうですとかでさ、はい、全然食べれてないの。それでふと、あ、台湾店のあのつゆでそばやったらどうなるかウォーと思ってで、はい、作りました。はい、来たもうもう俺ね、やめんね、池森の中で、はい、まあ個人的にもちろんね好みっていう観点からだよ、はいはい、もうはいナンバーワン。ほら、もうめっちゃうまいっす。マジっすか。今日はそれを作ります、はい、で今日のまあ材料を皆さんに紹介します、はい、まあ、メインボーカルはもうサワヤガサラシナです。サラシナ、うん、はい、サワヤガサラシナ、まあ、これディーンだな、ボーカル、いけます。台湾サバの仲間たち、はい、まあ、サポートミュージシャンたち、まあ、まずもう、はい、もう絶対なのはもうひき肉っす、はい、もうひき肉、それでニラで、ネギ、ね、で、ニンニク、鷹の爪、はい、まあ、調味料は作りながら、はい、まあ、概要欄で、そうね、記載はしてありますので、うん、そうしてください。それでは皆さんにもう癖になる台湾そば、まずは材料を仕込んでいきたいと思います。まあニラの根を取っちゃいます。これ5センチぐらい、ザクッとザクッ。これを粗みじんにしちゃいます。浄水にさらします。よし、うまくいった。浄水にさらします。次にニンニクちゃん、ついた。お、買った。これ芯はありますか、このニンニクは。ありますね。これ今潰しただけでいいね。うん、いいね、やばいね、やばい。ウォーやばい。ウォー、俺みじん切りで細かく、細かめに。あ、でもいい香りだこれ。黄色いなんかね、このニンニク。そうですね。ニンニクの刻み方は好みはあると思うんだけど、はい、池盛はちょっと細かいのが好きっす。うんうん。それで仕込み終了ということで早速調理していきたいと思います。台湾そばにとにかく欠かせないのがこの辛く味付けした旨辛だな、とにかく旨辛に味付けしたひき肉、もうこれがね全てなんです。この間台湾混ぜそば、
はい、時もなんか肉あれしましたね、炒めて。そう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 、あの超パンチが。そうそうそう、だからスーパーに意外とね、その店のまあレシピ的なとこ見た時に、え、嘘だろうと思ったの。え、なんでスープ辛くねえのと思った。作ってみて答えは分かりました。はい、じゃあまずはとにかく、その旨辛ひき肉を作っていきたいと思います。まずごま油大さじ1杯、はい、ここにニンニクを落とします。それ1人前、鷹の爪1本なんで4人前作ります。4人前なんで鷹の爪も4本いっちゃいます。鷹の爪は、はい、煙流カットしちゃいます。これ2本ずつの方がいいな、行きやすいな。あ、もちろん種もいくか。種もいきます、はい、ちょっと初心者にあまりあれじゃない、うん、これはね、種いかないとダメっす。ただ種入れて、まあ、豆板醤の量ももちろん関係するけど、店行くとほらアメリカン、あ、はいはいはい、アメリカンっていうのが一番ちょっと辛さが弱いんだよね、はい、うん、あれ結構段階あったよね、めっちゃ辛くのもできたよね。確かにお願いできます、うん、大体あの酔っ払ってるんで寒いしかでここで火をかけます。はい、ガス入ってない。はい、これ弱火でじっくり、はい、これもいわゆるペペロンチーノ。そう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 、ただこれはあのなんつうのレシピ、その一般的な台湾ラーメンと呼ばれてるレシピの作り方じゃないです。これはもうちょっとイケモリアレンジして、めっちゃパンチあるんだけど、こうちょっと上品、この作業すると。うんうん、いや中華屋さんももちろんギャーです、絶対。だってもう火力も違うし、もう鍋ももうさ、プロ仕様じゃん。そうそうそう。これはね、ちょっとここだけはしばらくちゃんとついててください。いい感じになってきましたよ。いい感じ。これで火を止めます。ひき肉をゾサッと。よし、火オープン。軽く炒めたら塩コショウ適量。ユミさんが思ってるより3倍いや、それはやらない。塩コショウはないっす、適量っす。でこの辺になってきたらちょっと火を弱めて、はい、第2ポイント。ここに、豆板醤。小さじ4。1人前小さじ。はい。で、豆板醤をね、ちょっとこうやってね。なんかもう、その辺ではプロですね。うん。ここで豆板醤だけ、こうすると、香り、辛さ、増す。はい、料理人、肉汁とごま油とニンニクと鷹の爪、もうこれも夏ぴったりっしょ。もう暑い時にもう辛いだけで、はい、このぐらいだったらまた火を強くしてすべて戻します。さあ、お酒、料理酒を大さじ4、うん、オイスターソース大さじ4、コチュジャン、これも小さじ4。
さじ1とか。あとは水分が飛ぶまで炒めます。これで完成。ウェイパー、ウェイパー大さじ2、4人前ね、4人前大さじ2。各1、2人前で1ずつだから2、黄金比。次はこれで完成。シンプルですね。超シンプル。5分前だから1分前、4分。麺を温めます。よし、これでも十分っす。いいね、けどこれいいね、一気にいけるもんな。丼に移します。ここにもうネギをね、なじましちゃうんです。このタイミングでネギをなじませます。ここにニラをのせます。たっぷりいきます。ここに 80g ガサッきたー、来ました。さあここにスープをかけます。台湾そばの完成。いただきます。さあいただきます。出ました、スタンディングオベーション。久々の、いやこれはですね、あのこれをやっぱそばでやるってね、はい、台湾ラーメンの要素はもう存分にもちろんありますけど、どこかはです。ちょっとあの他の麺たちがちょっとあの伸びちゃうんで、ちょっともう本当に山源と浅田にねもう今すぐ食べさせたい、うん、そしてまたこの食べた感想戻ってこよう。うまい。うん、また後で。ごちそうさまでした。あーうまいうまいうまい。
もう俺が語る前にじゃあまずは浅田から。はい、はい、いやもう本当に最強の一杯でした、うん、最強だね。今日は珍しくあの、うん、収録は夜じゃないですか、うんうんうん、なんかもう一日頑張ってよかったなっていうあのご褒美の一杯みたいな。おー、本当に良かったです。すごいね、それ料理人として一番嬉しい言葉だね料理人になってくる。はい、やべえ、今日の過去一だっておっしゃってたのは、うんうん、まあ俺の好みね、うん、好みのね、はい、うんうん、辛みもあって、旨みもあって、うんうん、で、あのベースのつゆがあんなにこうさっぱりしてるの、はいはいはい、肉味噌のパンチってすごいんですよ、うんうん、ほとんど肉味噌でもってあの辛みがきて、うんうん、あの勢いよく吸いすぎると違うとこ入って、違うとこ入ったらちょっと事故になるよな、咳が止まらないっていう。でもサラシナと合わせて、うん、やっぱり麺が何色も、ま、あの馴染む麺なんで、うんうん、すごく美味しく。サラシナって改めて思うけどさ、万能ちゃんのだ、万能ですね、マジや。だからこれ普通の二八とかで食べてみたいなとちょっと思った。おお、逆に今度黒いやつやってみようか、はい、あっていうのもあれかなと思って、今おかわりできるかできないかぐらいの微妙な量を残してあるんですけどいいんだね、いいんだ、ヤマゲーかわいい、マジでもうすやっぱみんなに愛されるキャラだわヤマゲーは。ちょっとこの後どうしようかなみたいなね、はい、次の一杯もあるし。そうです。あー、いやーね、あのサラシナの凄さを俺感じたのは、はい、こニハチのそのまあ今までラインシップラインナップの中で、まあ、極みは別で別だけど、他はねもうちょっと早く柔らかくなっちゃうと思う多分。でもサラシナ28なのに、はい、気がつかなかった、全然伸びないでしょ。確かに、そうですね、確かに。これがね、部長どうなってんの部長見てくれてるからいつも、はい、うん、もう割とほら赤坂店の常連でもあるから最近ね、まあ、部長さ喋り上手なんだよ、はい、本当に、まあ、ちょっと話はそれましたけど、まあ、これはですねちょっと新たなまた革命様の一員が増えまして、まあ、さっき山木言ったように俺もあの店のねレシピ見て、はい、いや嘘だろうと、え、スープだって赤くねこのまま作ったら、はい、え、スープただの鶏ガラじゃんと思って、はい、うん、そしたらもう見事に作ってみたら、はい、店さんもごめんなさいっていうねだから辛み簡単に変えられるってことですね。そうかもね、そう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 、ベースのつゆはもう全て一緒なんですね、うんうん、ただもちろん湯気もりはねそばですから、やっぱり麺つゆで味を和にして、はい、まあ店との店ラーメンとのコラボ、勝手にコラボさせてもらいましたけど、大変美味しい革命そばのまた一杯ができました。ごちそうさまでした。信州東白市池森そば赤坂店の皆さん、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画で閉店。